無音おはようございます。キーダット申します。さよならは言わない。こちらのゲームはですね、ボロボロな感じのホラーっていう、 B ホラーっていう感じの読み物語です。最近ちょっと読み物にハマってるんでね、やっていきたいと思います。じゃあ無の時間なんで、初めから押して無の時を解放しましょう。いきます。あ、よかった。足音が聞こえる。とある日の夜だった。なんでこんな黙ったの？とある日って言っちゃったやん。開幕からもうね、ちょっとなんか黙ってんだけど許してくださいね。僕、独学力そんなないんで。会員のポチと散歩しながら夜道を歩いていると、ポチが急に吠え出したのだった。おー！でかいな。ポチでかくない？犬でかない？ワンワン。ポチ可愛いけどでかない？どうしたんだ？何かいるのか？ヒロシ。どうした？ヒロシ。こんなところで。白の散歩かな？ふと、電柱の影に目をやると、何か手のひらぐらいのものがうごめいている。手のひらぐらい？結構小さいな。近づいてみると、小動物の生き物が震えていた。手のひらサイズか？とてもじゃないけど手のひらサイズには見えねえんだけどな。もっと小さいものがもうこれっぽっちだと思ってんだけどな。キキー、なんだ、コウモリの子供か。キー、そうか細い声で泣くと倒れてしまった。おお、今回はなんか背景があれだね。背景がなんか、なんていうの、水墨画みたいな感じになってんだね。思わず家に連れてきてしまった。キーキー。さて、どうするかな。え？あ、もう選択肢あんの？そうか、選択肢でいろいろと分岐するんだっけな。はい。じゃあ、まあ、ミルクが好きかどうかわかんないんだよな、情報的には。でも、ミルクをあげるを一回やってみたいな、素直に。素直にミルクをあげます。小動物っぽいし、ミルクあげてみるかな。ほら、飲め。お！キー！美味しそうに飲んでいる。飲みすぎて眠くなったのか、眠ってしまった。元気を出たみたいだし、俺は会社に行ってくるかな。ふぅ、やっと帰れんな。ポチの散歩しないとな。会社帰り、ふとあの生き物のことが頭をよぎった。まあ、今どうしてるんだろうな。飯買わないとな。ああ、で繁華街来たわけね。ああ、いいね。なんかちょっとモザイク感あるけど、何が何かわかるな。なんかポッキーみたいなあんな。さて、どうしようかな。ドッグフードを買う。何も買わない。なんで何も買わないがあるのよ。買いに来たんでしょ。買いましょうよ。何食べるかわかんないからドッグフード買うかな。うん。いや、買いに来たんやでさ、何も買わないでどういうこと。ただ、うわ！わーん。よしよし、元気だな。あたり散歩行こうな。ああ、よかったよかった。ふと。おー、びっくりした。BGM カットここなの？ BGM カットの方がびっくりしたんだけど。部屋の隅を見ると、あの生き物はこちらを伺っていた。おう。キー！おいで。飯買ってきたぞ。キー！そろそろと近づいてきて、食べ物を不思議そうに見ている。ワフワフモグ。ポチが横からドッグフードを食べ始めた。チーモグモグ。ポチが食べたのを見て食べ物と理解したようだった。何でも食べるんだね。雑食みたいな感じか。雑食って言うと変やけど、よっぽどお腹空いてたんだなって。名前決めないとな。コウモリっぽいからモリにしよう。ああ、なるほどね。モリにするんだ。キー、名前が気に入ったようだ。さっと、そろそろポチの散歩、行くかな。キーキー、すぐ帰ってくるよ。キー、理解したようで、そそくたと、部屋の隅で眠り始めた。あー、一緒に散歩行くってわけじゃないのでね。その日は何事もなく終わった。その日は何事もなく終わった。なんだその日はって。なんだおい、その日はって。ん、ワンワン。うん。このポチが急に変わりそうで怖いんだけど。ワンワン。ポチがなんだかソワソワしている。なんだ、散歩行きたいのか？ん？ポチの方を見ると、
ポチの後方に何か。ランドセルぐらいの黒い影がうごめいた。あれ成長した、手増えた、でかくなってる、キー。その後、森は、どんどん大きくなっていった。ずいぶんでかくなったなずいぶんでかくなったなおめえさん、ずいぶんでかなったな森は今では自転車ぐらいの高さになっていた。手のひら台の、手のひら台でしょ手のひらが自転車ぐらい、だいぶでかいよ。なんか、さて、暗くなって散歩に行くか。キー。最近ではポチの散歩にもついてくるようになった。周りからどう思われるんだ、これ。もちろんみんなが驚くのに深夜の散歩だけだけど。これ釣れんのはなかなかやな。ボディーガードかなんかかと思うよね。ポチもまあでかいような気がするけどな、こうしてみると。キーキー。昼間一緒にいることの多いポチとモリは、本当の兄弟のように仲良くなって、じゃれ合うようになった。なんかいつか食べられそうで怖いなぁ。あ、マサイル電柱にぶつかんなよ。その時だった。え？その時だった。空を。何か、大きなものが横切った。森は静かに空を見つめていた。心霊体験、UFO かな？ UFO か？うん。昨日から、森の様子がおかしい。じっと、空ばかり見つめている。ほう。昨日の空を飛ぶあれは何だったんだろうか？ UFO じゃないの？写真撮らなきゃ。大きくて、翼があって、そして、森に少し似ていた。ほう。夕方になった。キュンキュン。ポチがなんだか悲しい声で喋っている。おー、キュイーキュイー。モリも悲しい声で答えている。ふと、モリがこちらを向いた。キーキーキー。たった一週間しか一緒にいなかったが、え、俺にはモリの言いたいことが理解できた。そうか。もう行くのか。モリは、俺の目を見つめキーと泣いて、窓のロックを解除し、自ら、開き、空に羽ばたいていった。遠くに、モリの仲間らしき姿が見えた。空に舞い上がったモリは、ぐるぐると旋回し、そして、彼方へ消えていった。俺には、モリの最後の言葉がわかる。それは一つの言葉。ありがとう。エンド3。さよならは言わない。あ！ BGM が、陽気だ。いい展開だったな。いい話だ。じゃあ、ミルクだけあげるエンドやな。気になるのは。じゃあ、ちょっとそれやってみますね。ミルクをあげます。ただし、ドッグフード食料は買いません。だから何していくのかわかんない主人公になりますね。はい、やってみましょう。じゃあ、ここで、何も買わない。何しに来たんやと。まあ、一回買わなくても、俺は何も買わずに帰った。ミルクだけあげたんやけど、まあ、なんか、気の迷いやな。気の迷いや。ちょっとまあ、見るだけみたいな。ワンワン。家に帰るとポチがやってきた。よしよし、散歩行こうな。ふと、部屋の隅を見ると、あの生き物がこちらを伺っていた。飯やるかな？ドッグフードを空いた際に持っておいて、ポチの散歩に出かけることにした。ん？どうなるんだろう。え？なんだ？よく聞く BGM だぞ？家に帰るとまだドッグフードは減っていなかった。そうだね。食べ物かどうかが、認識できてないからじゃない？それは。まあ、腹が減ったら食べるだろう。俺はそのまま就寝した。食べ物と認識してないからね。次の日、あの生き物はいなくなっていた。会社に行く前に小窓を開けておいたので、そっから逃げたのだろう。キューン。なぜか、ポチの元気がなかった。
え？しばらく何の変哲もない日々が続いた。そんなある日のことだった。ただいま。うん？いつもなら飛んでくるポチの気配がなかった。廊下を進むと何やら音が聞こえた。え？何の音だ？ポチか。その音に近づく。寝室から聞こえるようだ。ポチ？暗闇で何かが動いた。大きな翼が見えた。ピッチャー、足の先が水に触れた。水じゃないよそれ。目を凝らすとそれは赤い。突然全身に衝撃を受けた。なんだ、目の前が真っ暗だ。何も見えない。夜か。いやーい。いや、違った。目の前に大きな闇がいるのだった。その闇は晴れます赤い瞳の、ひー、奴の口から白い動物の足が見えている。あれはと考える間もなく、ポチだった。キーキー。奴は大きな翼を広げ、そして大きく空気を開き、眼前に迫った。私は記憶の中から奴の正体を仰ぎ出した。私って、お前私だったっけ。目が赤く、ネズミになる鳴き声の伝説の UMA! モスマンとエンド2、その名はモスマン。陽気な BGM だな。じゃあここからだね。放っておくルート、だから未知の生物ちょっとやっぱ怖いじゃん。ミルクあげて、あれだね、自我は芽生えたけど職業なかったからポチ食ったんだ。じゃあそれは防ぐ、未然に防ごう。放っておきます。そうだな、そういう時にはどうすればいいか分かんないし、うん、そうだよ、ひとまず今日は様子見で、もう見えるかな。ちょっとめんどくさいし、うん。あ、青空。次の日、その生き物は冷たくなって死んでいた。はぁ、あ、N1 冷たくなった UMA。 終わった。陽気な美女だな。いい話だな。どこが